皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野祐二の仮想通貨投資教室を始めていきたいと思います。2021年5月22日土曜日、仮想通貨草コイン中野研究会。今日もですね、えー、私は、えー、隣町の東京都葛飾区に来てですね、えー、実家の方で えー、いろいろなね、仕事をして、まあ、食事作ったりね、しています。それではですね、あのー、前回もお伝えしたようにですね、えー、草コイン取引所のコインエクスチェンジですね、えー、再開いたしました。えー、ここで5月20日からね、正式に再開いたしましてですね、えー、出金処理が開始されています。まあ、出金受付ですね。 で、出勤処理がされるのが、五、えー、5月30日以降ということで、出勤申請は10日間しかないんですよ。この10日間。いや、僕はね、1ヶ月か2ヶ月あると思ったんですけど、たったの10日間しかないんですねで。全世界の人が出勤申請しなくちゃいけないんだけども、多分1割も満たないと思うんだよね。忘れちゃったとか、まあ、僕の方でもね、 あの3年前に草コインコンサルを受けてくれた方、または草コインセミナーを受けてくれた方、全員に対してですね、えー、LINE を送りたいとか、メールを送りたい、電話をかけたいと思ってるんですけど、まあ、たった10日間しかないんでね、じゃあ先生お願いします、つって、まあ、同時コインが残ってるはずですとかね、まあ、ストロングハンズ買ったはずですと。だから、あのー、 日本円に変えてくださいって言ってて言われてもね10日間じゃあ,、えー、まあ10人まあ多くても50人の人しかね対応できないと思うんですよで僕がコンサルやった人は多分500人以上1000人ぐらいいるんでね、まあ、ちょっともうどうしようかなと思ってますでこの,あの動画を見つけてくれてですねそして電話をかけてくれた人のみですねコンサルティングやろうかと思ってます で2020年から21年ですね、えー、ここ1年ぐらいで各仮想通貨があの上昇してきてますねで、まああの。ご存知の通りビットコインはですね、えー、2018年1月のコインチェックの眠り流出事件からですね、あの最大250万円から落っこってしまってですね、えーまあ、本当に底辺をうわつきました。2018年、2019年は、まあ、もう最低ですね。で 日産会長のカルロス・ゴーンさんが捕まってからですね、また一気に落ちて、中国のファーウェイの副会長が、えー、カナダで拘束されてからまたさらに落っこってですね、36万円まで落ちました。で、その後ですね、あのビットコインが爆上げを始めて、まあ、昨今は700万円まで回復しましたね。であの、この2日間で、3日前か、3日前からまた爆下げしてましてですね、 今はまた400万円ぐらいになっちゃったんですけども、最高700万円になりまして、えー、その倍率は19.4倍とで。イサリアムもですね、悪、まあ、9000円ぐらいになりました。それが、えー、42万円まで回復しましたね。46.6%。今はですね、えー、30万円ぐらいでなりましたね。また上がってくると思いますね。末にかけてね。リップルも、まあ、18円ぐらいから200円になったと。カラダの間も8円ぐらいから 180円、今はまあ150円か160円くらいですけど、22.5倍になりましたね。で、このようにですね、まあ、ビッグ仮想通貨っていうかね、有名な仮想通貨もかなり上がったんですけれども、なんと私たちが投資をしていたですね、仮想通貨、草コインですね。草コインも非常に爆上げしています。で、まあ、同時コインですね。同時コインっていうのは、両替コインということで、 えー、ビットコインから一旦同時コインに変えてで、同時コインでエクサコインを買うと。そうするとたくさん買えるんですよね。まあ、桁数が多いからね、同時コインの方がね、小数点以下の桁数が多いんでね。えー、ビットコインはね、小数点以下の桁数が少ないんで丸め込んじゃうんですよね。<laughs> なので、えー、その同時コインですね、私たちが投資対象としていなかった同時コインなんですけども、 まあ、余らしてる人も結構いるんですよね。で、その同時コインが一時80円だったんですね。400倍になりました。なので、1000円残っててもですね、40万円になってるんですよ。大体皆さん5万円分ぐらい買いませんでしたか、えー、草コインをね。そして、まあ、2万円の人もいると、もし三3万円の人もいると思うんですけど、あの、まあ、ビ日本のね、コインチェックとか、えー、財布とかね、ビットフライヤーで、 日本円入金してですね、日本円を振り込んで、そこから日本円からビットコインに変えて、で、ビットコインをコインエクスチェンジとか、草コイン取引所、海外の取引所に送金してですね、僕と一緒にやったと思います。送金して、そこでビットコインを同時コインに変えて、で、同時コインを1000円ずつ分けてですね、ストロングハンズとかピープコインとかね、ムーンコインとかバニーコインとか、 えー、ジーザスとかね、買っていったと思います。<laughs> その中で、やっぱり1000円でも、やっぱり余ってると思いますよ、皆さんね。あの全部買えないですから。で僕がコンサルすると、大体おしゃべりもしますから、大体5個か10個ぐらいしか買えないので、5000円から1万円ぐらいしか、同時コインは使わないですね。で、じゃあ残った同時コイン、例えば2万円分のうちの1万円ね。 あのー、これは後でね、自分で、えー、めぼし草コイン購入してくれますかって言ったら、はい、分かりましたと。うに言ってくれてると思いますけど、まあ、分からないままね、そのまま放置して、えー、口座凍結になってたと。で、今回ですね、10日間だけ開いてますからね、まあ、あと8日間しかあの、7日間しかないですけど、えー、この間にですね、出勤できれば、1000円でも残ってれば、40万、まあ、今は、 えー、同時コインさっき見たら40円になってたので半額になってましたから20万ですね20万でもすごいね1000円で20万1万円残ったら200万ですからねあの、まあ、ちょっと前まで1万円で400万でしたけどね、まあ、また上がるかもしれない、まあ、とにかく同時コインは今バイナンスでも扱ってますからあのこの10日間あと,あと7日間のうちにですねバイナンスに送金する手続きさえすれば OK ですね あと、ストロングハンズもですね、えー、536倍まで上がってますからね、1000円買ってれば53万6000円になってますから、まあ、これはね、出飲みが行われたっていう噂もあるので、あのー、確かではないです。ストロングハンズはね、<laughs> 確かではないです。結局は、1000円は1000円じゃんとか、1000円は100円になってたじゃんとかいう話もあるので、あのー、ストロングハンズのことは気にしないでください。まあ、とにかく、同時コインについては、これ完璧です。大丈夫です。 <laughs> でまああのー、先ほど言ってますけれども海外の草コイン取引所はほとんど倒産してしまいましたねこの3年間でねで草コイン取引所といえば意の一番で僕が解説をねしてもらったのがコインエクスチェンジでこれバッテンですねもう倒産しましたねで今回は倒産の倒産手続き中なんだけど一応資産は保護してましたから出金手続きは10日間のうちにやってもいいですよとあのすごくもう マジかよっていうね、あの、神様のような対応してくれてます。神対応ですね。でとりあえず、サトシも <coughs> 倒産しました。クリビットピアも倒産しました。で、クイコインは韓国のですけど、かろうじて生き残ってます。で、バイナンスは、あの、世界ナンバーワンでばっちりですね。全然生き残ってます。で、もともとですね、草コイン、福利計算、少額投資用っていうのは、まあ、年間でもね、5万円だけやろうと。 で国内口座と海外口座を開設してですね、えー、日夜ですね、このコインマーケットキャップを見てですね、あのー、目星し、えー、草コインを探してですね、あ、これいいなと、あ、これいけるなと思ったら、えー、海外口座で、えー、その草コインをね、取引している、購入することができるですね、えー、その草コインを購入することができる、 えー、海外口座を調べてで、それを海外口座を開設してですね、まあ、そしてあの買っていくと、コイン買っていくということですね。で、まああの、先ほどから言いました通りですね、まあ、国内口座ビットフライヤーとかね、えー、コ,インコインチェックとかね、はい、あの財布とかっていうのを口座開設してお金を入金 お金を入金してですね。で、ビットコインに変えると。で、ビットコインを海外口座に送って、同時コインに変えて、それから草コインに変えると。そして、草コインが、例えば1000倍に爆上げしたら、この草コインを同時コインに変えて、同時コインをビットコインに変えると。そして、このビットコインを日本に持ってくれば、1000倍ですからね。で、ビットコインも1000倍になるから、まあ、100、ん ?1000 倍 100, 100倍ですかね。パックコイン1000倍。まあ、あの、ビットコインも1000倍になると。で、しかし、まあ、先ほどから言ってますけど、5月20日よりコインエクセンジが出勤のみ再開していますと。まあ、当初はね、5月18日からと言ってましたが、まあ、トラブルがあったようで5月20日になりました。なので、まあ、閉店、閉鎖は5月30日ですね。たった10日間のみなんで <laughs>、マジかよって気をつけないといけないってことですね。 で、これが URL です。https スラッシュです、ね。で、コインエクスチェンジ、コインエクスチェンジ .io ですね。で、あなたはで草コイン6万兆者になってるかもしれませんので、今すぐ必ずコインエクスチェンジにログインして自分の資産を確認してくださいということですね。でそして少なくても同時コインだけはバランスで送金してくださいということで,ですね。まあ、私のですね、 えー、コインエクンですね。これ、コインエクチンドと IO はどうなってるかということで、これ日本語にしましたけれども、日本語どう,どうやって日本語にするかというと、ここで日本語に。まあ、その前にこのブラウザーがですねクロあの、Google Chrome ですね。Google Chrome しないといけないんで、これ、マウスの右ボタンを押して、日本語に翻訳というボタンを翻訳できます。で、引き出し申請を開始するとボタンを押すんですね。 まあ、そうすると、ログインがあります。そんで、これも日本語にしますね。はい。そうすると、ログインにはメールアドレスではなく、ユーザー名を使用してくださいということなんですけど、長野研究会ではですね、あのユーザー名もあのメールアドレスにしました。はい。あのそれでもログインできるんでね。わかんなくなっちゃうからね。あの、はい。そして、パスワードはちょっと入れますからね、今ね。 はい、入れました。これい,いんですね。まあ、パスワードは忘れてもいいみたいですね。それでね、あのー、メール認証と KYC 認証って2つ必要なんですよ。で、メール認証っていうのはメールを送ってですね、でそこに書いてあるパス,あのパスワードを入れれば、あのー、成功するということですね。で私、両方とも OK になっちゃったんですけど、KYC アイデンティティ認証っていうのは、これはですね、 あのスマホで写真を撮ります。あの自分のねあの、運転免許証とか、マイナンバーカードとか、免許証ですね。その写真1枚と、あと自分の顔1枚、この2枚をですね、えー、この婚約戦をの口座を開設したときのメールアドレスから、えー、送信します。婚、は、約、い、ン,ンジにね。 あのそれでメールアドレスはどこかちょっとそこにあの書いてありますから、この,のね、ここにね。あんま今僕送っちゃった僕で、表示されないんですけど、<laughs> <laughs> 結構長いメールアドレスがあるんで、そこに表示あの送ります。で、やっぱり気をつけなくちゃいけないのは、コインエ n スチェンジドット i 用ですね、これ、講座開設した時のメールアドレス、メールから、メールアドレスから送んなくちゃいけないのでね。えー 他のメールアドレスから送ると、全然認証されませんから気をつけてください。そして、これ落ちるんですよね。そうすると、こういうのが出てきて、えー、引き出したい通貨を、あのー、通貨、例えば僕はね、あのこれ、あのウォレットがそのまま出てくるかと思ったんですけど、もうウォレット出てこないんでね、あお前の通貨はこ今度よしかないよってことで、同時コインは144枚ですね。 あ僕はね、あの、このコインエクスチェンジがもう倒産するよってアナウンスが出たます2019年ぐらいなんですけど、その1ヶ月ぐらい前にもう整理整頓しちゃったんですよ。全部売却しちゃったんですよね。それでもうゴミしか残ってないんですけど、そのゴミがあの表示されてます。まあ、50個ね、草コイン買った人は、50個、それぞれの枚数がね、表示されてると思うんですよ。 で例えば同時コインになったら144枚でしょ ?144 枚。昔は0.2円だったから、えっと、0.2円だったから、0.2×144 枚は28円なんですよね。28円なんか送金もできないし、送金手数料にもならないから、えっと、まあ、そのままゴミとして置いておいたと思うんですよね、僕ね。 はい、置いといたと思うんですけども、えー、今はね、あのー、今日時点ではいくらなってるかというとですね、えー、同時コインが今、39円ですね。39円になってるので、これをですね、39円かけることのですね、144、やると、5616円ですね。 もう結構な金額になってるんですよ。はい。まあ、はい。で、次にですね。えー、スコインって、これ、ジーザスコインですね。JC。結構23、2340、23408の枚数あるんですよね。だから、ここで、23408かけることなんですよね。で、JC ですね、これ。で、このこのコイン、 これにマーケットキャップで、ここの右上でですね、JC ってってるんですよね。そう、ジーザスコインで出てくるんで。で、これはもう上場廃止ですね。出てこない。値段出てこないんで。なんだって感じですね。なんだよ、ということで。じゃあ、これもお金できないんでね。どこにも送金できないんで。で、ピープコイン。P、PCN。199枚。はい。まずね、P、PCN ですね、これね。 pcn。これいくらになってるかというとですね、0.00、0 000 3 2 1 4ですね。0.0003214かけることの、えー、これは枚数が199枚ですね。はい。0.063円ですから、 これ無視ですね。完全無視ですね。これ送金できないです。ストロングハンズは、えー、9679枚ですね。これもほとんど売却しましたからね。9679枚かけることのですね。ちょっと待ってくださいね。これは、SHND ですね。はい。略称ですね。SHND と。 ストロングハンズは0.005285。0.005285ですね。そうすると51円ですから、これも痛ねえと、ゴミですよと。まあ、送金手数料にもならないんでね、だめですと。いうことで、まあ、あの少なくともですね。 えー、これ、同時はいけるかなと思うんですね。同時ね。で同時。まあ、これ一つ一つね、あの、ここの、どこに送りたいんですかっていう、まあ、住所、オーレット ID をね、ここにコピー、ペーストすればいいんで、これ、同時コイン。で、バイナンスはで,ですね、同時コイン。これ、バイナンスもログインしてあるんですけど、オーレットのですね、フィアットと、あ、これね、日本語にしてます。ここでね。日本語にしてます。で、オーレットのフィアットと現物っていうの見てください。 <で> <coughs> ここで、ここにですね、まあ,あの同時っていうんですね。早くてごめんね。そうすると同時コインが出てきます。で、今0ですけれども、えー、入金のとこ、入金のとこを押すとですね、ここにアドレスが出てくるんで、これをあの白黒反転させてね、あのー、マウスの左ボタン、人差し指ボタンであのダブルクリックすると白黒反転するので、今度は右、 右ボタン、中指ボタンでコピーしますね。コピーします。そしたら、またさっきのところに戻ってですね、ここで、えー、中指ボタンで貼り付け、そして、こう、アドレス追加、こうやってやるんですね。はい。そしてなんだなんだと、なんだなんだな出てくるんで、1個ね、同時刻に追加されましたと。これで終わりですね。はい、これで終わりです。 なので終わりですね。当時の引き出し住所が正常に保存されましたと。なので、あの終了とかでボタンあればいいんですけど、マイアカウントで、えー、ログアウトと。すればいいよと終わりですね。またね。じゃあまたあさっきのね、データ残ってるかどうか心配なんで、1、えー、回ログインしてみますからね。ログインしてみると、 はい、残ってますね、同時コインね。で、これが、えー、5月30日以降ですね、入金されてるとその、僕だったらバイナンスですね。まあ、例えばビットコインがあの残ってたっていう人だったらあの、ビットコインとかね、イーサリアムとかリップルが残ってたっていう人だったら、えー、国内口座、例えばコインチェックとかね、財布とかビットフライヤーに直接ね、日本に直接送れますから、 まあ同じように入金口座、ウォレット ID ですね。ここにあ登録すればいいと。いうことになりますね。はい。まあ僕は今回バイナンスやりましたけどね。うん。まああと、えー、例えばストロングハンズの場合にはですね、ストロングハンズの場合には、えー、っと、バイナンスでは受け付けない、受け付けてないんですよ。うん。だから、ちょ,ちょっと待ってね。 ストロングハンズ、SHND ですね。SHND。これはバランスではなくて、この市場を見てですね、ここのところ <coughs> <coughs>。クレックス24とかなんで、えー、こう座解説する必要がありますね。まあ、でもした方がいいですね、やっぱね。うーん、で、これ登録 でメールアドレスとパスワード、メールアドレスだけあれば、えー、そこであの海外口座なんでね、あのすぐに口座解説できると思いますから、<laughs> 結構な枚数持ってる人はですね、口、えー、座解説して、ここで、まあ、ビットコインに変えてですね、でそのビットコインを国内口座に持ってきて、日本円に変えるということになります。まあ、とにかく、まあ、同時コイン、 えー、なんか、同時コインも日本の国内口座では扱ってませんから、どこもね。えー、バイナンスに一回移して、そこでビットコインに変えて、で、そのビットコインを国内口座に持ってきて、日本円に変えるということになります。はい。それでですね、えー、最後ですね、お便り紹介ということで、えー、たくさんのお便り僕もらってるんですよね、今回。 同時、まあ、コイン残ってました。ありがとうございました。とかね。同時コイン2万円分残ってました。ってなればさ、あのね、5万円分先生と一緒に、えー、ビットコインから同時コインに変えて、5万円分ね、あのー、草コイン買おうとしたんだけど、まあ、先生が忙しいということで10個しか買えなかったと。で、その後20個は自分で一生懸命買ったんだけど、トータル30個か草コイン買ったんだけど、 えー、2万円分はね、あのー、残したままだったと、同時コインね。で、そう、そうこうしてるうちに忘れてて、口座凍結されて、ああ、と思ったら、今回10日間だけ開いてね、よかったということで、まあ、他の草コインは、まあ、全滅だった、全滅かどうか分かんないですけど、同時コインがね、爆上げしてて、えー、それ2万円分残ってましたということで、えー、今日現在、まあ、たい40円ぐらいですから、 2万円あれば、えー、っと、400万ですね。<laughs> <coughs> まぁ、ちょっと前だったら800万だったんですけどね。400倍だからね。まあ、今日現在だったら、えー、2万円で400万。はい。残って、あの、残ってましたと。ありがとうございましたというね。LINE とかメールとかいただいてですね。あの、羨ましい限りですね。 はい。で、今回も、あのー、今日の朝届いた LINE なんですけども、えー、中野先生、はじめまして、こんにちは。私、まるまると申しますと。私も先生に一言感謝の気持ちを申し上げたく突然ですが、LINE させていただきました。私も2018年の草コイン研究会の動画で勉強させていただいておりまして、えー、なんとか偶然コインエクスチェンジだけを解説し、リップルだったかなを送金の後と。送金はね、国内から海外送金は、 えー、ビットコインだけじゃなくてイーサリアムとかリップルとかねあのー、まあいろいろ送金できますからねそして同時コインを34万4360六十、えー、保しょその後他のコインとはトレードすることもなくなぜか放置放置すっかり忘れとまあだからあのー、まあとりあえずビあのー、国内口座例えばあのコインチェックからねリップルをリップルをあのコインエクスチェンジに送って で、リップルを同時コインに変えて、で、草子に何買おうかなと思ってるうちに忘れちゃったということですね。で、さっき計算したら大体まあ10万円分、リップルを10万円分送ってたんですよね。<laughs> 日本円にするとね、当時のレートで10万円分送ってて、えー、10万円分の同時コインが今あるということなんですよ。ね、これね、34万4 3六0でしょ だから、計算してみますよ。34万4360枚あるでしょかけることの、今現在の値段がですね、えー、これ曲げてキャップの、ちょっと今値下がりしてますけど、まあ39円ですね、今ね。当時これ38円95なんで、39円。まあこれ上がるからね、どうしてもね。39円は、見てみて、1349 1>, 1、10、100、1000万、十万、百万、千万ですよね。百四十三万四十円ですね、はあ。いいですね。一時八十円あったんで、これ二千六百万ですね。そしたらね、また上がってくるでしょうね、同時コイン。はい。今現在でも1300万ありますからね。1300万。はい。はい。これ、あの、はい。いいなと。 を所有その後、その他のコインとはトレードすることもなく、なぜか放置を実感し忘れ。そして、今年の4月に Google トピックニュースでグー、Google ググ、あ、違う違う、同時コインですね。同時爆上げニュースを知り、それから去年コインエクスチェンジが閉鎖しとった。しかし、復活して出金ラストチャンスが来るで、こ大阪人ですね、これね。関西人ですかね。というニュースも同時にしていいと。 慌てて先生の動画に舞い戻ってまいりました。そしてなんとか本人確認の手続きを完了し <laughs> こ、コインエクスチェンジの本人確認ねあ、メールアドレス認証と、あのー、免許証と自分の顔をね、2枚送ると、えー。で、現在送金先、バイナンス、同時コインをバイナンスに送金する手続きが終わったと。このアドレスをペーストの状態で、 出勤受付終了後の5月30日以降に送金する予定って書いてありますからね。の状態には持ってこれましたと。うん。き,きっかけや手順を教えてくださった中野先生には大変感謝しております。あ、1300万。うらやましい。うらやましいですね。本当にありがとうございました。これからも先生の楽しい動画で勉強させていただきます。 はい。今後の経過もまたご報告させていただきます。それでは中野先生、そして先生のお母様もお体をご,ご自愛くださいませ。はい。今ね、えー、っと、療養してますから、あの、少しね、お見舞いのお金でも送っていただければ、本当にあり,ありがたく思います。ね。あの、僕のこの YouTube の動画解説欄にですね、会社の、僕の会社のですね、 銀行口座に載ってますから、5000円でも1万円でもですね、あの、お恵みのお金を <laughs> 送っていただければ幸いですと。はい。<coughs> で、皆さん、億万長者になってる可能性ありますからね。で、同時コイン、あめんどくさい、途中でやめちゃったっていう人いっぱいいますから。で、よくわからない人は、私までお電話くださいと。携帯電話090-1218-1504中野祐二です。 本当にもったいないですからね。1000円でも残ってれば20万ですね。今だったら。うん、もう先週ぐらいは、2週間ぐらいまでは40万になってますだからね。1000円がね。今は20万円ですね。なので、あのもったいないですからね。1000円でもね。1万円残ってたら200万ですね。200万円から400万円の間ですね。ぜひぜひお電話していただいてください。あの、で、まあできればね、あの、一緒になって、 ひしこいて現金化したいと思います。それでは今回の動画を終わりにさせていただきます。千葉県松戸市よりトムクルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。